みんな私のスタハネね、めっちゃ好きですよね。かわいい、大好き、大好き、スタハネかわいい。ありがとうございます。スタハネ、でも私もね、今日のね、外羽は天才的だと思うんです。なんか自然な感じの外羽で、まるで生まれた時から外羽のような跳ね方をしている。そう、こういう髪型が好きなので、今日はこれで。天才だって。サンリオ見たよ、だって。お、ありがとう。なんかサンリオバーチャルフェスっていう、そう、あのイベントにチームメイトのメンバーとして、あの6人で出演させていただきました。そう、結構前に収録したんですけど、なんかあれどうやって見るんですかね。バーチャルだったね。めっちゃバーチャルすぎて私びっくりしました。なんかもっとなんか寄りとかでも映るのかなって思ったけど、めっちゃずっと引きでびっくり。ね、まさかのずっと引きだった。なんかね、すごいミニチュアが踊ってるかのようなね。あれ、宣伝ってか、ツイートしたいけどさ、どうやってツイートすればいいのか分かんない。しかもね、あれね、私チームメイトの成功到底、あの初披露だったんですよ、あれが。うん、あのサンリオバーチャルフェスが初披露だったの、実は。めっちゃ前に収録したからね。そう、だからもうね、私超間違えてる振り付け。申し訳ないんですけど、すごく間違えてる。うん、適当感だって。いや、適当感じゃないよ、適当じゃないよ。めっちゃ一生懸命やって、あれなの、間違えちゃったっていうか、めっちゃね、もう難しくて、あの振り付けが前日とかに振り入れして、もう全然難しすぎて。そうなので、そう、ちょっと間違えちゃってるところもあるんですけれども、そう、真剣にやって間違えちゃいました。うん、なので、まあ、そこら辺もね、まあ、初披露だって思って見てくださったらありがたいです。うん、そう、だからさ、寄りとかもあるかなと思ってさ、カメラいっぱいあったから、寄りのね、ところもあったから、あ、その時では寄りにしてほしいと思ってたけど、一生引きで。なんか間違えてんのもすごいボロボロ、なんかすごい間違えてんの、そう、なんか分かっちゃって、そう、すごいなんか、そう、悲しかった。うん、そう、楽しかったです収録は。おっぱっぴー、ルンバルンバも生き生きしてた。だってルンバはサンリオが大好きなんだよ。だからあれにね、参加できて本当に嬉しかったと思う。私もそんなルンバを見てすごいルンルンでした。うん、まあ、さすが。私の好きなキャラクターは歌舞伎にゃん太郎です。歌舞伎にゃん太郎知ってますか。歌舞伎のにゃん太郎です。歌舞伎のにゃん太郎。
私はその収録の時靴下履いていきました。歌舞伎にゃん太郎の。初見です。だってありがとう、嬉しい、イエーイ。今日は今日の顔は可愛いね。だって ありがとう、漏れてる。今日の顔良すぎ。だって今日はコンディションがいいかもしれない。なんか肌が調子いい、すごいいいわけじゃないけど、いつもに比べたらいい。ちょっとネイルがハゲかかってんのが、ここはハゲかかってない。あ、めっちゃハゲてた、イエイ。ハゲって言うな。だってごめんね。おネイルは今日取りますね。これ絶対取る。取っちゃいます。今日はなんで普通の感じのテロップなの。だって外跳ね、みんな私の外跳ねが好きだから外跳ねだよにしました。みんな好きなんです私の外跳ねが。私の外跳ねが好きなんです、みんな。話し会の外跳ねだって。これメイクさんにやってもらったから、ヘアメイクさん。自分だったらこんな綺麗に外跳ねできない。スクショいっぱいだって。みんなスクショしてもさ、もう3ヶ月後くらいに消すでしょ絶対。分かっ、もういいんですけど別に消しても、そんなねいっぱいスクショしてもどうせ後から消すことになるから、そう全然しないいですよ。大丈夫です、スクショしなくて。ね、容量いっぱい取られちゃうんだよ。ご飯食べました。
の服トリコロールっぽい。今日はアディダスです。アディダス、アディダス。今日はレッスンがあったから、レッスンからの収録だったので、あ、こういう服です。ついでにあくびすな、ついでにあくびしちゃった。アディダス、アディダス見せるついでにあくびしちゃいました。マジでアディダス好きだね。だって好きだよアディダス。眠気マックス。そうなんです、眠いの、眠いです。あ、なんか来たよ。マッカーシーアトダシさんがサンタさんクマタワーを建ててくれました。ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。マッカーシーアットおだしさん、ありがサンタクマタワー、イエーイ、ありがサンタクマタワー。配信終わったら寝るので、配信終わったらお風呂入ります。サンリオフェス可愛かった、だってありがとう、ありがとう。サンタさんに手紙書いた？まだ書いてない。イルミネーション見た？イルミネーションっていうか、なんか街に木とかに光がいっぱいあるじゃないですか、あれはイルミネーションかな。だとしたら見た。女の子のクリスマスプレゼントでおすすめある、だって。なんだろう、女の子のクリスマスプレゼントでおすすめあるって、ちょっと待ってね。なんだろうなんかいい質問ですね。なんですかね。私だったら iPad だけど、いやなんかなんだろうね、なんですかねなんだろう何もらったら嬉しいんですかね。女の子のクリスマスプレゼントでおすすめあるって、なんかかわいい、なんだろうな、何かなおすすめ。ブランドバッグとかあれですよ、なんかちょっとさ、なんか、ブランドバッグとかじゃなくて、なんだろう、香水でもね、ないな。マフラーとか素敵ですね。マフラー、手袋はね、私手袋使わないからさ、手袋使わないからあれだかなって思うけど、ハンドクリームとかってね、結構ねいっぱいもらうんですよ、女子って。結構意外といろんなところでハンドクリーム、そうだからハンドクリームは持ってると思う、普通に。
ハンドクリームめっちゃ持ってます私。私手が乾燥するんですよすぐ。そう赤切れとかめっちゃするから、そうハンドクリームないと無理。そう。そう私も1週間ぐらい前まで手切れてたんですけど、めちゃ頑張って保湿して、そうちょっと治ってきた。結局何がおすすめだって。じゃあマフラーで。なんか可愛くないですか、マフラー。なんかマフラーをあげてる人も可愛いし、もらう人もなんか可愛いく思えてきた勝手に。なんかそう素敵だと思いますなんかもらう人可愛いっていうか、なんかあげる人が可愛い何ですかね、わかんないです、うん、だってなんかさマフラーってテアミはダメ、テアミやめてください。テアミのマフラーやめてください。テアミのマフラーあげていいの小学生までですよ。だからみんなさ、みんなにね素敵なクリスマスが訪れてほしい。だからねその人はさ私にそんな質問してくるってことはさ、女の人にさクリスマスプレゼントあげる予定があるってことでしょ。素敵じゃないですか。もう本当に素敵だと思います。皆さんも頑張ってください。うん、嬉しい、いい話。私はねマフラー大丈夫です。マフラー使わないですから。私マフラー使わないんですよ。なんか静電気を切るから髪の毛にそう私はマフラー使いません、うん、私自身はね。お話し会が心配でした。え、なんで？お話し会楽しみ。クリスマスの予定は皆さんの方が知ってると思う。私の口からはちょっと言えないんですけど、皆さんの方が知ってると思います。私のクリスマスなんて私の口からちょっと言えません。うん
今日はじゃあ今何分ですか？9時28分。今いや全然違うじゃん。じゃあ30分になったら今日終わります。アップだとすごい美人に見えるだって。本当ですか？本当ですか？嬉しいです。カラコンって使うことある？だってカラコン私マジで手の届くところに何でもある。これね、この前のお話し会の時につけようと思ったけど、朝ちょっと起きれなくてつけるの忘れちゃった。カラコン、これは指原さんのカラコンです。うん、そう。でも普段はね使わないので、これも結構1年ぐらい前に買ったけど、大丈夫だよね、使えるよね、まあ、開けてないし。賞味期限あるの？書いてないです。でも2027年5月って書いてある。大丈夫。うん、なんか私は黒目はもう結構もともと大きいんですけど、そう、黒目を大きくするというよりか、なんか目の色をちょっと変えてみたいなっていう憧れがあって、そう、それでカラコンしてみたいなって。でもあんまし本当しない、人生で4回ぐらいしかまだつけたことないんですけど、そう、黒目の色をちょっと明るくしてみたいなっていう願望があります。うん、そういう時にカラコンつけたら変わるのかなと思って買ってみた。うん、見えるよ、このカラコンも度入ってるから。Wait. エリちゃん的にクリスマスソングといえばジングルベル。
街中もクリスマスムードになってきましたって。本当にさ、私最近なんかそういう街とかに繰り出してないからさ、本当わかんない。今日は電車乗ってて、窓の外を見たらめっちゃ木になんか電飾がかかってて、あーってイルミネーションだーってちょっと思ったぐらい。もうなんか最近はね、毎日がやることがありすぎて、なんか本当に記憶がない。おとといとかの記憶とかも、しおとといとかの記憶とかもないんです。そう、やばい。ウインクして。私マジでウインク実は得意なんですけど、あんましない。なんか忘れる、ウインクしようと思っても忘れる、普通に。ステージとかでライブとかでウィンクしようと思っててもね、忘れちゃう。あ、30分になりました。じゃあ終わりたいと思います、配信。じゃあ最後におランキング読みます。いきます。13位中、12位デミタルマン、11位グアパート群馬ニア。変わった。13位カホ、12位ヒノト、11位グアパート群馬ニア、10位五明先生、9位一隈悟、8位直樹、7位ボマ、6位マーアット小田氏、5位みやちゃん、4位なおなお、3位くるりん、2位マカシアと小田氏、そして1位はカンタアットカンカーン。ありがとうございます。では皆さん、本日の配信見てくれてありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。おやすみー。